日本放送 The Focus The Focus The Focus Today's Straight News。 さあ今日のコメンテーターをご紹介しましょう。国際ジャーナリストの小西克也さんです。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。いやこの番組は初登場なんですが、日本放送は初めてなんですって。いやもうこのビルがどこにあるかってちょっと分かんなくてでナビやるとペニンシュラホテルとか、はいはいはい、あの某有名フランス料理店とかですね、ええ、もう日本 の、 あの上級国民御用達のようなあのすごい環境でいやまあちょっとあのカルチャーショックを受けております我々ね、ええ、そういうお店に入ったこと一回もないんですやっぱ独特の雰囲気ですよね、この辺の有楽町。そうです ね、 ね、ええ、まああの電気屋さんは来たことありますけどね。あ、そうですか、ええ、あのねラジオではもう小西さんのお声を聞いたという方たくさんいらっしゃるかと思いますので、今日一つよろしくお願いいたします。で簡単にあの小西克也さんのプロフィールを紹介させていただきます。松山さんお願いします。小西さんは1954年のお生まれです。東京外国語大学出身、国際ジャーナリストです。 CNN などを舞台に国際ニュースキャスターとして活動の幅を広げて、ネイティブレベルの英語を武器としてアメリカを中心として国際情勢に切り込みます。最近難易度が急上昇中の国際教養大学大学院で客員教授も務めるなど、世界を知り日本を知るジャーナリストです。うん、ですから秋田の方大学で教えてらっしゃるってことですね。はい、あの、うん、週末はいつも秋田で。忙しい。もう10年ぐらいやってますけど、ね、そうですか。おかげでマイルがガンガン溜まってます、まあ、国際的なね教養人を育てていこうということですね。いやいやいや、その国際的教養人というあのわけのわからないあのそういうなんか表現ありますよね。文科省の意向でしょ。文科省の意向、そのなんですか、グローバル人材。そうそうそう、グローバル人材。もうあれはとにかく私はもう大嫌いなことで。あ、そうですか。でお前らだってあの 100% 就職率どうこうとかというふうにメディアにあの書かれて、あの、はい、浮かれてる場合じゃないよと。就職率いいんですよ、この大学で。うん、じゃあだからね、 100% の就職率というのはだから、うん、でどこ行ってんのって言ったら、うん、ほとんど日本の企業就職せんだ、ね、そうなんですか。じゃあお前なんで我々英語で、まあ、それ英語で言ってんだけど、英語で やる必要があるんだと。英語で全部やってるんだから、お前ら日本以外の企業行けよと。だからあれもうあの報道自体おかしいんですよ、日経の報道自体が。そうなんですね、あのここだけの話にしてください。なかなか実態はね、わからないもんですね。わからないもんです、はい。そんな小西克也さんとともにお送りいたします。最初のニュースフォーカスはこちらです。 As the day ends, this program gathers the news and gives you clear focus. News Focus. News Focus. News Focus.桜を見る会、来年の開催を中止へ。政府は来年度の桜を見る会を中止すると発表しました。菅官房長官が今日夕方記者会見で明らかにしたものです。総理大臣が主催し、国の予算を使って行う公的行事桜を見る会には、安倍総理の後援会関係者が多数招待され、私物化された疑いがあるとして野党が説明を求めていました。総理主催の桜を見る会は毎年4月に総理大臣が各界の代表者らを東京新宿御苑に招いて開催されています。で今年4月の会にはおよそ1万8200人が参加しました。で来年度の予算の概算要求額およそ5700万円を取っていたんですが、菅官房長官は今日夕方の記者会見で来年の桜を見る会中止すると発表しました。会見の内容を聞いてください。様々なご意見があることを踏まえ、桜を見る会について政府として招待基準の明確化や招待プロセスの透明化を検討したい。予算や招待人数も含めて全般的な見直しを幅広く意見を行うこととし、ついては来年度の桜を見る会は中止をすることにしました。
で、菅官房長官は中止については総理の判断だと強調しています。で、この桜を見る会につきましては、共産党の田村智子議員がそもそも先週の参議院の予算委員会で桜を見る会の前日に東京都内で開かれた総理の講演会の前夜祭におよそ850人が参加したということで、桜を見る会とセットで講演会の一大行事になっていると。桜を見る会では酒なども振る舞うと、公職選挙法違反のようなことに、税金を使っていると、このような非難をしていて、まあ、ちょっと問題化していたんですが、官房長官はもう来年辞めるということをね、判断しましたね、小西さんね。そうですね、ですから山火事が広がる前に、はいはい、初期活動、やっぱり消火活動を、やっぱ早めにやるという、この辺のところ安倍政権はやっぱり非常にやっぱりなんというか、動き早いですよ ね。あの大臣を切るときもスパッと切りますからね。そうなんですね、はい、だからそこのところはね、事後処理は早いというのはすごいなと思うんだけど、もともとそれも問題が起こってることをあまり問題視していないというところがやっぱり問題ですよね。で、やっぱりこれ値段、その予算がどうこうとかね、人数が1万人のところで1万7000とか8000とかという、そういうやっぱり数字の問題ではないと思いますね。やっぱりこれ安倍晋三氏の講演会とセットになってるツアー、はい、まあなんか A プランから D プランぐらいまである。で、このプランが、果たして、その税金をですね、やっぱりこれどのぐらい入ってて、入ってないのか入ってるのか、やっぱそういったところの明朗会計がやっぱり大事なところだと思いますね。これ自分のお金で取る全部招待したら、これ今度はこれ公職選挙法違反になるわけですよね。だから税金だったらいいんだけど、その代わりその明確な基準とやっぱりそれ透明性というものが要求されるわけで、だいたい昔からあれどうなのかなという感じはしました。私も一回だけ、某ラジオ局の報道局長に来た、その、そうですか。手紙で一緒に、ね、行ったことあります、はいはい。もう10年以上前。ええ、まあ、大したことないですよ。そうなんですよね。私もね、小泉政権時代に取材で行ったことあります、ね。ですよね。大した会ではないんです。焼き鳥とか日本酒がちょっとあるぐらいなもんだけども、まあ、朝早いんですよ。8時半ぐらいから始まってね。で、ソメイヨシノじゃなくて、新宿御苑のもう4月ですから、もうソメイヨシノは散っていて、八重桜なんですよね。だからまあ、それほど上野公園みたいな風情のね、お花見とはちょっと違うんですよね。だから結局これは講演会の人が、やっぱり本来のここ書いてある基準は、その地元、まあ、そのなんというか、功労のあった方ということで、はい、誰に対して功労のあったかということの明確な基準が書いてないので、まあおそらくこれ山口県からはまあ800人以上の人が来ているので、そうですね、山口県のその PTA とか、地方の人は、その日本国に対しての功労が、ものすごい功労してる人がたくさんいて、その功労だらけの人が急増してるということなんでしょう。客観的に考えるとね。で、山口ってのはすごいとこですよ、ですから。まあね、この国にとって功労しまくり状態になってるわけですから。いやだからね、まあ、そうそう、コースによってなんか確かにね、6万円から8万円ぐらいの代金取っていたようですが、当初だから桜を見る会っていうのは確かにこの各界で功績のあった人を慰労する公的行事ということで、1952年からでしたっけ、うん、そうですね、吉田さんがね、始まったということですけれども、ちょっとだから趣旨がだいぶ変わってきたというのはあるのかもしれませんよね。キューベのいわゆるこれ特上の握りがね、やっぱ5000円で食えるっていうのはね、いや、これ講演会のツアーの話です。あっちの夜の会の方、ね、桜の見る方じゃない。それはセットになってる。そうこれは私もね、安倍晋三講演会に入りたいと思いますよ。あれなかなか5000円で9名ってこの辺だっけ、確か。そうですよね。我々も行ったことないです。それはね、これはちょっと私もね、縁故主義のちょっとあれに預かりたいと思っちゃいますよね。だからね、メールもいただいてましてね、こちらはラジオネーム、チーバーバさん。桜を見る会中止だそうですが、やましいことがあるから、これ以上野党に突っ込まれたくないからでしょうか。どちらにしてもこれで幕引きできるとも思えませんが、と来てます。それからね、こちらは、やっぱり後ろめたいことがあるのかなと一般人には思ってしまうお粗末な対応。一応内閣府が招待する形だから、政治家安倍晋三衆議院議員の公選法違反にはならないはずなのだが、まあでも限りなく黒に近いグレーだけど、それにしてもいきなりの中止ってちょっとドタバタ感が目立ちすぎと。
こうしたメールいただいてるんですね。このいわゆるまあそのなかなかまあ法的に問うのは難しいかもしれないですけど、ね、明らかに道義的政治的なやっぱりこれはプロが近いですよね。これ、ね、トランプ政権と非常に似てますよね。安倍政権というのはだからあのいわゆる縁故主義とか、はい、親戚やそれから非常に近い人、これをそのある意味で法ギリギリのところでやっていくと。例えばワシントン DC にトランプホテルっていうのはありますけどね、はい、これは実はね郵便局なんですよ。あ、そうなんですか。ワシントンの郵便局を、実はそのお金で、借りてるんですよね。あ、借りてるんですか、うん、でねこれもねあの それいいのっていうのがずっとあるんだけ ど、 ただねその大統領をそのさまざまな刑法でいきなり違反ということをね明記されてないんですよね。あ、閣僚レベルだったら、はい、これはもう公私混同になるんですけどね、そういうことをねアメリカの憲法を想定してないんですよ。でこれがねそのトランプという機大のその何というのかな、公私混同親父が出てきてで、まあ、もともと政治家でもないですしね。ないからでだからほらこの G20 だっけ、はい、あの例のフロリダの自分の別荘で、はいはい、あれやろうっていうふうに 言い出したでしょ、はいはい、で結局ボコボコに非難を受けてやめたんですよ。で、ね、あまりそのね公私の境ってのほとんどねあまりあの考えてないんですね。で安倍晋三氏もね結構やっぱトランプ氏と似た発想があってね、まあ、安倍氏はまあ政治家なんだけどもまあいいかというところで今までやってきたんだからというところでどんどんとこう肥大化していったという、これがなんかね本当に似てる。ただ他の国でも結構やっぱり独裁先制政権のところでは結構その縁故主義っていうのは蔓延してる。まあ中国なんかはね、はいはいはい、まあ桁が違うぐらいなんだけど、まあ億とかね、そのぐらいのあのお金でもっていろんなあの自分の親戚縁者をうまくやってるんだけど、いやまあですからこれ世界的な現象だと思いますね。うん、まあでもちょっとここはね安倍さんも引き締めてね、ちゃんと政権運営に取り組んでほしいですよね。そうですね。今国会も開会中ですからね。この時間は桜を見る会来年の開催を中止へというニュースにフォーカスしました。J-O-L-F. Thank you for working hard today. FM 93, AM 1242. Koji Morita and Sayaka Masayama. The Focus.時刻は6時17分です。国際ジャーナリストの小西克也さんをコメンテーターにお迎えして生放送でお送りしている日本放送ザ・フォーカス。今日のニュースフォーカス2つ目はこちらです。ニュースフォーカス。安倍総理大臣が北朝鮮に親書か。菅官房長官は否定。韓国の新聞朝鮮日報は安倍総理大臣が今年3回にわたり谷地翔太郎前国家安全保障局長を平壌に派遣し、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長に日朝首脳会談の開催を提案する親書を届けさせていたと報じました。ただし菅官房長官はそのような事実はないと否定しています。韓国の新聞朝鮮日報は今日今年9月までの、日本の国家安全保障局長を今年9月まで日本の国家安全保障局長を務めていた谷地翔太郎氏が今年の5月から9月にかけて平壌を3回訪れて金正恩朝鮮労働委員長宛ての労働党委員長宛ての安倍総理の親書を届けたと伝えています。でこの親書には北朝鮮による日本人拉致問題の解決を呼びかける内容も含まれていたとされておりますが、この報道では、谷地さんが実際に正恩委員長と会ったかどうかそのことについては触れておりません。で親書に対する北朝鮮側の反応も不明です。で菅官房長官もそのような事実はないと否定してるんですがね、小西さんね。まあ、この真偽は私も分かりません。ちょっと分からないですね。分かりませんが、谷地さんが ずっとやっぱり北朝鮮との間でさまざまなその橋渡しをしてですね動いてるというのはずっと前から言われてたわけですね。はい、で、まあ、朝鮮日報は独自の、やっぱり情報のパイプがあるんだろうと思いますけれども、そういったことをしていることは十分に納得できる、背景があると思いますね。うん、それは何かというと、これ、やっぱり
トランプ政権がやっぱり北朝鮮にさまざま働きかけをしていて、それでやっぱりそのこの朝鮮半島情勢を動かそうとしていたその時期ですよね。そうですね。で、日本の国内ではいろんな形でアメリカはこうこうやってんのに、この東アジア、それからアメリカのリーダー含めて実際に積極的にやってないのは日本だけでしょと、その会談をしてないのは安倍さんだけでしょというふうに様々なメディアや野党からも叩かれね、やっぱり何らかの動きをせざるを得ないと。僕はそういった動き自体は、まあ、わかるんだけれども、やっぱり、ここで、動いたら何か、やっぱり、明脈があるかもしれないと思った節はあると思うんですね。うん、まあ、総理もね、条件をつけずに、キム・ジョンウン氏と向き合うというようなことを言ってましたもんね。そうなんですね。ただ、一言に、こう、変わっていくプロセスが非常に不自然でしたよね。だから、やっぱり、安倍さんのそのメッセージ、ステージで圧力と言ってた、僕はそのことは非常に正しいやり方だと思ったんですね、はいはいはい、なんだけれどもトランプがいきなりそれコロッと変わった、うん、その後すぐ ね、 これまた180度展開するようにね、うん、無条件でというのはやっぱりそこ何らかの理由付けをうまいことやらないと、例えばこれはまずいなと思ったときに、その宴会で頓挫するとき、中座するときね、はい、やっぱりいきなりスッと変えるとやっぱりまずいじゃないですか。それはそうですね。そこで何を一言いい理由を言うかと、これ大事なんですよね。だからその昼がやり方がちょっとね唐突だった感じがするんですよね。で、その小泉さんの時にね、はいはい、ピョンヤン会談ができたというのは、はい、これはアメリカが極めて圧力をかけて、うんうん、で財務省、アメリカの財務省も中心にその金融制裁をしていたんですね、はいはい、でバンコデルタアジアというその口座をフリーズして凍結して、それで金正日氏側近のそのもう資産を動けなくしたというね、うん、で非常にやっぱり困ってたわけですよ、はい、だそこなんですよね、動けるの、はい、だからアメリカが本当に圧力をかけてマックスな時に、うん、やっぱり動くということが最も一番確率が高いチャンスなので、他が融和的になった時に日本も融和になると、ダメだと思いますね。で、特にトランプさんはその後短距離ミサイルはもうほとんど容認する姿勢ですもんね。完全に容認してますよね。はい、で、だから、何のプレッシャーもないですよね。だから、アメリカにとっては、全く痛くもかゆくもない短距離、中距離ミサイルを、まあ、好きなだけ精度を上げさせておいて、で、その安倍さんがそれ止められないわけですね、アメリカにね。はい、やっぱりそこのところ、やっぱり、そんだけ仲がいいんであればね、やっぱりペンタゴンとかも通してね、これは一言言ってくれ。本来の日米関係のトップリーダーとの間であるならば、やっぱ日本がそこまで例えば言ったら、やっぱ一言は言いますよ、普通は。だからトランプさんはね、そこがね、まあ、あまり興味ないんですね。ああ、興味ないんですかね。僕はね、ある意味では最後に、やっぱりこういわゆるなんていうかな、ネズミがやっぱり逃げるところというか、はい、最後にこうディールを作らせるような、うん、そういう窓を常に開けるんですよ、はい、だから例えば米中貿易摩擦でもそうなんだけども、うん、ガンガンに強いことを言っておいて、でも最後は褒め殺しで持ってて、でもやっぱり習近平氏はねよくわかってるから、うん、素晴らしいディールができると思うというね、うん、なんかわけのわからない楽観的なポイントを作るんですよ。そうですね。僕そのポイントをね、僕その短距離ミサイルで無言だっていうのはそこを作ってるんだと思います。ああ、なるほどね、うん。あと北と南の関係はもね今ちょっとギクシャクし始めましたよね。そうですね。だから北と南の関係がギクシャクしてると北朝鮮は本来は困るはずなんだけど。はい、北朝鮮にとっては逆にアメリカとのパイプを信じているがゆえに、うん、いらないということなんだろうと思うんですね、うん、でね、これが僕は非常に不思議でしょうがないんですけども、おそらく安倍政権としてはそのタイミングだから行けるというふうに睨んでる節はあるんじゃないですかね。あ、逆に今だからこそ、今だからそう、南北が動いていないと、うん、南北が動いていないと、うん、南北が動くとやっぱり日本の動くやっぱり幅は非常に狭くなりますからね、うん。で、米朝の方は確か先月10月5日にスウェーデンで実務協議を行ったんですけども、その後も不調に終わってますので、うん、これ米朝の例えば首脳会談なんていうのも、もうトランプさんはもう大統領選の後ぐらいまでも動かないっていう可能性もありますかね。うん、でもさっき言ったように一つ小さなやっぱり穴は開けてるんですよ、はい、その短距離について何も言わないとね、はい、だから向こうからの例えばイニシアチブがあれば、うん、
おそらく、是々非々でもって、会談はする可能性はあるんじゃないかと思います。でも優先順位は中国ですよね。なるほど。だからやっぱり米中関係のこれでアップアップですので、やっぱりその短期、下手して3回もやって何もないと言われると、はい、それは逆に大統領選にはこれ不利になります。なるほど、なるほど。そこはかなりリスクが高いところではありますね。そうか。まあだからトランプさんとしては北朝鮮に多少関心はなくなりつつあるけれども、まあ中国のことを睨むと、やっぱりそこの、ちょっとした接点は持っておきたいと、いうことなんですね。まあそこに日本がどうやって入り込むかというのは非常にタイミングが難しい。本当難しいということですね。この時間は安倍総理が北朝鮮に親書か、菅官房長官は否定というニュースについてフォーカスしました。FM 93 AM 1242 This program, today's commentator will delve deeply into the day's news. Nippon Hoso The Focus The Focus。時刻は6時29分です。日本放送ザフォーカス、今日のコメンテーターは国際ジャーナリストの小西克也さんです。メールいただいてます。北朝鮮の後ろ盾が中国なのは誰もが知る事実ですが、小西さんは東アジア情勢での中国の突出ぶりをどう見ていますか。北朝鮮のミサイル、そして中国の軍事力を考えると、正直日本は平和ボケだと思えて仕方ないのですが、といただいてます。いや、中国の存在感というのはもう日に日にすごいですね、はい、大学でも半分ぐらいの留学生の半分ぐらいが中国からですよ。あ、そうですか。でまたね、みんなよく勉強するんですが、これがあだからでよく質問する、はい、日本の学生はもう質問しろって言ってもしない。あ、やっぱりね、国がやっぱり元気のいいところっていうのはやっぱりその、すごい競争社会ですよね。だからね、これは日本は本当にね、真剣にやっぱり取り組んでいかないと、やっぱり飲み込まれますね。そうですね、うん、確かに軍事力も脅威ではあるんですけれども、そういう人材、はい、それから技術力などもどんどん上がってきていますもんね。そうなんです。だからまあそのファーウェイの 5G もそうですけれども、はい、まあ、軍事力はずっと脅威なんですけどね、ただ来年 その習近平さん呼ぶっていう話ね、4月にね、あれはね、いやもちろんそれ呼ぶのはいいんだけど、はい、ちょっと国賓というのはね、やっぱりこのタイミングはちょっと僕まずいと思います。ですね、香港などの情勢を見ますとね、今日はまあ中国のニュースないですけど、はい、先にその中国 のトップを呼ぶと決めてから、なんかいろいろそれに合わせてその言葉の表現とか、香港へ の, そのいわゆる距離の取り方と か,、はい、だかそれがね、非常に見にくいです。そうですね、あれはね、良くない、まあ、ちょっと甘くなりすぎてるというね、ところが強いですよね。時間が ちょっといいのかな。いわゆる天安門事件の直後にね、欧米社会が全部経済制裁しましたよね。最初にそれを破ったというか、それに従わなくて中国に助けの手を差し伸べたのが日本なわけですよ、はいはいはい、でこれはね、この教訓はね、ぜひ覚えておかないとダメです。でそこからね、中国に対してのさまざまな協力もし、もちろん日本も儲けさせてもらいました。でも中国はそれ以上にさまざまなパテントとか、そういったものを得て大きくなっていったわけで、これは是々非々でちょっとね、冷静になった方がいいと思います。そうですね。引き続きご意見ご感想をお待ちしています。 JOLM Thank you for working hard today FM 93 AM 1242 Koji Morita and Sayaka Masayama The Focus。時刻は6時55分です。日本放送ザ・フォーカス。今日のコメンテーターは国際ジャーナリストの小西克也さんです。桜を見る会はね、メール、ツイッターたくさんいただいてます。こちらはラジオネームグラタンさん。中止になったのは良かったんじゃないですかね。まあ、今年は大きな災害があったのだから中止はむしろ妥当な気がします。山口からのツアーはツアー料金は別立てですよねと。まあ、確かにこの山口からのツアーはこれは予算からではなくて、まあ、会費を取って、講演会がまあ出していたということですね。それからツイッターでいただいているのはトシさん、まあ、やめたらやめたで、やめればいいという問題ではないってなるんでしょうね。まあ、野党のバカさ加減には呆れるばかりですが、そういう隙を見せる与党のダメっぷりも情けないとしか言いようがないです。こんなツイッターもいただいてますね。そうですね。
まあ、確かにね、あの旧民主党の時だって、うん、鳩山さんの時鳩山さんの時やってますからね、まあ、ですからこれであんまりね時間を国会で使うのはどうなのかという気もいたしますよね。そのことですね。だからあの、うん、こういうのってあんまりダラダラやるというのはね、はい、本当はあの 逆効果になるんですよね。あの後で言いますけど、アメリカのあれもスキャンダルというのは、はい、もちろんそれは追及すべきところはあの大事なんだけど、あの永遠にそれやってるとね、逆に世論がねあの逆らってくるんですよ、はいはいはい、だからどこで引くかというのはすごく大事なところですね、すべてね。そうですね。で野党もね、まあ、こういうところばっかりになるとね、うん、ますます支持率が下がるの気もするので、ちゃんとした国会の、ね、うん、中で予算の審議だとか、あるいは憲法の論議だとか、うん、そういったこともしてほしいと思うんですけどもね。そうですね、あの、うん、やっぱりだから、まあね、国会の調査権というのは日本はやっぱり弱すぎますよね。うん、あとはやっぱり予算委員会で全てのことをしようとするから、全て予算委員会があの激いわゆる劇場空間になっちゃうんで、だから全ての委員会にカメラを入れるとか、逆に入れないとか、やっぱりそこのところやっぱりメリハリつけないと、なんかやっぱりね、みんながみんな予算委員会でスターになろうとするというのは良くないですね。まだまだあなたからのご意見ご感想をお待ちしています。It's 7 p.m. 日本放送ネットワーク brings you the focus. Today's straight news. 11月13日水曜日、時刻は午後7時になりました。こんばんは、日本放送報道部解説員の森田浩二です。こんばんは、日本放送アナウンサーの増山さやかです。ザ・フォーカス、この時間からは日本放送キーステーションに全国の皆さんに生放送でお届けしてまいります。今日のコメンテーターは国際ジャーナリストの小西克也さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小西さんのファンの方からメールいただきましたよ。小西さんの声がラジオから聞こえなくてとても残念でしたが、今回まさか日本放送から声が聞けるとは思わずびっくりしています。ラジオから小西さんの声が聞けてとても安心していますというメールいただきました。ありがとうございます、はい、これどちらからですかね。これは東京江戸川の方。あ、そうですか。うん、ね、ラジオではおなじみの声ですが、日本放送からは初めてです。はい、日本放送も学生時代からずっともうオールナイト日本、オールナイト日本、タモリさんとか、はいはい、ビートたけしさんの時代のあれもずっと聞いてました。あ、そうですか。日本放送に来ることさえ初めてだという小西さんですね。この後も引き続きよろしくお願いします。ではこの時間の最新のニュースをお伝えしましょう。報道部の上村デスクです。小西様、ニュースの中では香港の情勢ですが、中国政府側は、まあ、これはもうテロだというようなことで声明を出しているということですけどもね。そうですね、まあ、確かにあの学生側からの、あの行動が暴力的なところもあるということはあると思いますね。だけどそれがあの全て学生なのか、中にはあのやはりあの中国からの、はい、あの人間が入っているであるとか、さまざまなあの黒社会といいますかね、まあ、あの暴力団的な人間もが関与しているというような報道もありますから、本当にね、どちらが言ってることっていうのもね、全てのことを言ってないんですよね。ただ一つあるのは、先週の月曜日、習近平主席と、それから林鄭月が、長官と会いましたよね。はい、あの時にその、習近平氏はですね、香港の暴動という言葉を使ってないんですね。香港の騒乱って言ってるんですね。つまりその暴動、これはまあ非常に強いメッセージを今のニュースでも読まれたんですけども、同時にやっぱりなんていうか、テンションを上げないようにして、責任をできるだけその香港政調の香港の林鄭月娥氏の方に置いて、一応北京はこう離れたところで見ようと。北京政府がちょっと引いた感じにしておきたいと。だから、香港の政府は、ガンガンとやれと。北京はちょっと引いていくよと。でないと、アメリカとの対応が難しくなると。非常に戦略的なポジションを取ってると思うんですね。いや、しかし、この間のね、学生が、銃で撃たれる、あの映像というのは衝撃的でした ね、 ね。公務執行してないですよ。もう暴力執行ですよね。驚きましたね。引き続きあなたからのご意見ご感想をお待ちしています。メールで送ってくださる方はアルファベット小文字で focus@1242.com、 ファックスは 0570-02-1242、 0570-02-1242
02-1242 番。ツイッターでもお待ちしています。ハッシュタグカタカナでザフォーカスをつけてつぶやいてください。日本放送ネット brings you the focus. This program, today's commentator will delve deeply into the day's news. The focus. The focus. 時刻は7時14分です。国際ジャーナリストの小西克也さんをコメンテーターにお迎えして生放送でお送りしているザ・フォーカス。今日のニュースフォーカス、続いてはこちら。ニュースフォーカス。ウクライナ疑惑の公聴会、まもなく始まる。トランプ政権がウクライナへの軍事支援の条件としてウクライナ企業と関係するとされる民主党のバイデン前副大統領の調査を求めていたという疑惑。いよいよ野党民主党が主導する下院委員会で公聴会が開かれます。日本時間の明日未明から行われる公聴会はアメリカのテレビ局各社が生放送する予定です。トランプ大統領のウクライナ疑惑をめぐるアメリカ議会の公聴会が13日に始まり、外交官や政権の高官ら合わせて3人が13日と15日、この2日間証言をします。で、トランプ大統領が軍事支援の見返り条件として、民主党のバイデン前副大統領の調査をウクライナ政府に要求したかどうか、この疑惑の核心に迫れるかどうかが焦点です。で、トランプ大統領は11日ツイッターに自身の正当性を主張しまして、弾劾は大ペテンだ、やめるべきだと、こういう投稿をしてるんですね。で、ウクライナのゼレンスキー大統領との新たな電話会談記録を近く公表するとしまして、不当な圧力はかけていないと、このように主張をしております。で、13日の下院の公聴会にはウクライナ駐在のテーラー代理大使が登場しまして、このテーラー代理大使は非公開の場で、トランプ政権が軍事政権の見返りにバイデン前副大統領に関連する捜査をするようウクライナ側に求めていたという証言をしているんですね。で、下院委員会はこのテーラー氏らの非公開証言録を次々と公開しております。今日の日経新聞だったか、夕刊はなんか来週も公聴会8人証言というようなのが出てきておりまして、いよいよね、小西さん、公聴会始まりますね。そうですね、はい、ウクライナ疑惑というのは、まあ、結構いろんな疑惑の中で、はい、この前ロシア疑惑というのがありましたよね、はい、大統領選挙中のですね。そうですね、はい、これ決定的に違うのはそのトランプさんが大統領になっていない時の疑惑なんですよね、はい、ですからその選挙中であった時、うん、一般人ですよね、はい、でこのウクライナ疑惑とはそれと全く違って、うん、大統領になったトランプ大統領が、はい、そのいわゆる見返りのために、うん、そのいわゆる自分のですね、個人的な政治的なその便益を図るために見返りを求めたかどうか、はい、でこれが成立するかどうかというところなんですね、うん、ですから大統領の職権乱用が今問われているわけですね、はい、で、まあ、そこのところでもう一つ違うのはやたらとその証人が非常にたくさんいるということなんです。そうなんですよね、ですから今おっしゃったようにその代理大使であるとかね、はい、これもともと8月にですね、いわゆる匿名の内部告発から始まったんですね、はい、でこれはいわゆるその国務省の、あるその職員の内部告発、うん、でそれが分かったのがその次の9月ですね、はい、でこの人自体はまだ出てきていないんですけども、まあ、おそらく結構その直接の何か証拠を持ってる可能性が高いわけですね。で実際にそのトランプ氏自身が直接それをこう、見返りをね、要求したかというのは、示す直接の証拠は今出てきていないんですが、そうですね、ただそのトランプ氏が、その彼の顧問弁護士のジュリアーニさんという、うん、はい、元ニューヨークの市長ですね、そうですね、彼を通して、そのウクライナ側に様々な圧力をかけた、この構成、いわゆるその後というかな、はい、証拠はたくさんあるわけですね。うん、だからそのトランプ氏、それからジュニアーニ弁護士、それからアメリカのウクライナ大使と、うん、こういう順番でそういったことがリレー式になっていったんだけど、最後にトランプさんの直接の命令とか要請とかというのが出てくるかどうか、これがまあ一つのポイントですね、はい、
で、もう一つの疑惑というのは、このウクライナ疑惑の中のは、証拠隠滅ですよね。そうみたいですね。うん、ホワイトハウスの中での隠蔽があったんじゃないかと。これアメリカ必ずそうなるんですよね。はい、まあ、70年代のあの例のニクソンさんが辞任したウォーターゲート、はい。これも証拠隠滅が決定的だったんですね。うん、はい、まあ、あと議会の偽証っていうのもありましたけどね。だから、このね、証拠隠滅というのは結構ね、物証ですぐ出てきちゃったりするんです。なんか電話会談の記録にどうも削除だとか、うん、書き換えられた部分があるんじゃないかという疑惑があるようですね。これはもうウォーターゲートを本当に彷彿させるような話で、はい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 、で、その直接の会話をそのまま出したくないので、うん、その書き起こしの文章を、まあ、黒塗りするとか、はい、削除するとか、あとハードディスクに別のハードディスクに移しておいて他の人がなかなか見られないようにする、はあ、これやましいからやってるというふうに野党は民主党は追及しているということですね。で、まあ、この2つからね、でも思うのは、まあ、おそらくはこれ下院が弾劾をしてですね、はい、で、その、まあ、つまり弾劾が成立して、うん、弾劾が成立しても大統領を辞めるってわけじゃないんですよ、はい、弾劾というのはつまりその普通の一般人の裁判過程では起訴が成立するわけで、うん、ですね。で、実際にその弾劾裁判をするのは上院で、はい、で、それには3分の2の賛成がないと大統領は罷免されないんですね、はい、上院の3分の2ですからね、ですから60、まあ、100人いて、まあ、67で、今共和党が過半数を上院は占めてるわけですからね。下院はね、民主党が過半数ですね。そうですね。だから民主党、野党民主党は47議席ですから、はい、プラス上乗せ20ないとダメなんです。そういうことですね。で、これはね、かなりのハードルですよ。はい、だからおそらくね、その実際に罷免される確率は非常に低いんですよ。うん、ただその、野党が狙っているのは、その前に罷免をされる前にですね、はい、いわゆるまあその裁判になった時点で、かなりの政治的なダメージはトランプさんは受けるはずなんですね。うん、だそれが大統領選に響く可能性はあるんです。ああ、なるほど、なるほど、はい。で、そこをおそらく狙ってる可能性はあると思いますね。まあ、もちろんその、この今、今度、公開、その様々なその証言が公開でやるわけですね。はい、そうなると連日これテレビ、ラジオ、新聞やりますから、そうですよね。その中で、まあ、爆弾証言が何か出てくるかどうか、うん、それによってはその20名の共和党の中で、うん、動く可能性もゼロではない。で、特にそのトランプさんが、トランプさんに期待しなくても、俺は上院議員を、再選できると思ってる人がね、何人かいるんですよね。その20人もいませんけど、まあ、少なくとも、5、6人はいるんです。それは何かというと、そのいわゆるトランプさんのコアの支持層っていうのは宗教右派なんですね。はい、いわゆる福音派と呼ばれる。はい、この福音派は、非常に少ない州もあるんですよ。なるほど。だそういった人は選挙強いんですよ。なるほど。だからね、あまりトランプさん関係なく、もしくは党派関係なく自分の良心、つまりまあ、ある意味では、その、良心的な一票を投じることができると。で、この辺の駆け引きがまあ今後、まあおそらく年末から来年1月にかけて面白いところ。もう面白いって怒られるんだけど、まあまあよその国の話ですからね。これだって保守系のね、今月3日だったかな、FOX ニュースの世論調査でも、はい、トランプ大統領の弾劾訴追を支持する人が 49% で、うん、反対の 41% を上回ったという、この保守系報道機関でもこういう調査が出ていたりするんですよね。それは非常に、確かに、ね、だんだんちょっと崩れてきてる、うん、で、FOX もいろんな番組があって、実は、トランプさんを結構ゼレヒでけなすようなキャスターがいる番組もあれば、もう応援団もあるという、まあ、いろいろこう、なかなかね、玉石混交というか。あとこれはね、キニピアック大学の世論調査、はいはい、これはね、はい、トランプ大統領の、支持率ですけれども、うん、白人が 44%、うん、黒人は 10%、うん、で逆に黒人は不支持率が 88% で、ウクライナ疑惑についても弾劾調査でもトランプ大統領弾劾罷免すべきだと答えた黒人が 82% ということで、このだから人種差別主義者というような印象をトランプさんが与えているところが、うんうん、またこれ大統領選も含めてですけれども、うん、どういう影響を与えるかというところありそうですよね。まあ、そうですね、やっぱり白人以外の、さまざまなその民族集団ヒスパニックとか、はい、女性とか、まあ、圧倒的にやっぱり支持率低いですよね。だから、うん、トランプさんはもうコアな白人の男性というところだけに絞って、全ての、まあ、米中関係であるとか、はい、アジア政策であるとか経済政策をやってますから、うん、まあ、それでもね、アメリカね、だいたい3割取れば有権者もね、
3割取ればもう大統領になれるんですよ。え、そうですか。はい。はあ。だいたい大統領選でも、投票率がだいたい 50% から 60% ですから。ああ、そう、そんなもんですね。まあ、2人に1人ということで、うん、2人に1人の半分以上取ればいいわけですよ。ああ。となると、まあ、理論的に言えば 25% ですよ。はいはいはい。だから、だいたい 30% ぐらいのね、コアな支持率は常にあるんですよね、うん、トランプさんは。確かにありますね、はい、常にね。ですから、で、あとまた、その、いわゆるその選挙人制度というのは、はい。いわゆるその田舎と言っちゃなんですけど、いわゆるレッドステーツ、はい、つまり保守的な考え方をする人の州に有利に作用してるんです、もう制度的に。なるほど。だからもともと、その一般投票、我々の日本で言うような、その投票総数から考えると、はい、前回の選挙でもヒラリー・クリントンさんの方が300万票多かったんですよね。ね、得票は多かったんですよね。やっぱ制度的にやはりその田舎をやっぱり、まあ、尊重するというか、うん、そこにウェイトをかけてる制度であると、うん、いうことが、やっぱりトランプさんのその支持層の、なんていうかな、この盤石ぶりを、物語るわけですね。で、こちらメールいただいてるんですが、弾劾調査の公開の公聴会、いよいよ始まりますね。アメリカでは国務省や国防総省、国家安全保障省の官僚が弾劾調査で次々とトランプ大統領に不利な証言をしています。しかし共和党はトランプ大統領の一連の疑惑を非難せずに内部告発者を中傷したり、議場を占拠し調査を妨害したり、うん、陰謀論を唱えるばかり。共和党のモラルの低下に呆れて物が言えませんと言ってるんです。共和党内ではどうなんですかね、どう見てんのか。ね、本音はね、もう早い話、トランプいい加減に辞めさせたいんですよね。はだけども、今言ったように選挙でに弱い人は、やっぱトランプさんにすがらざるを得ないと。なるほど。で、強い人はね、関係なくもう弾劾の票1票入れますよ。入れちゃうと。だから日本と似たようなもんですね。はいはいはい。うん。弱い人はやっぱりね、あまりなんていうか、理想論唱えられないんですよ、ね。だから共和党自体がもうやっぱり今ね、だんだんと少数政党になりつつあるわけですよね。はい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 、だから白人だけの党になりつつあると。そうですね。本来民主党の方がね、ヒスパニックだとかそういうところで強いわけですからね。そうですね。だからそういうことでもっておそらくは、はい、共和党は衰退するだろうと前回の選挙でも言われてたんだけど、うん、そう言われたんですよね。まあでも人口の推移というのは非常にゆっくりといきますから。そうか、そうか。そんな簡単にはやっぱり白人の票がドラスティックに減るというわけではないので、僕はやっぱりキーはやっぱりね、投票率だと思いますね。なるほどね、うん。まあ、あとはこのね、公聴会が始まってどんなことが出てくるのか、ここはちょっとね、やっぱり注目ですね。この時間はウクライナ疑惑の公聴会まもなく始まるというニュースについてフォーカスしました。日本放送 Network brings you the focus。日本放送 Network brings you the focus。 時刻は7時38分です。日本放送キーステーションに生放送、一日のニュースにググッとフォーカスしていくザ・フォーカス。この時間はコメンテーターコラムです。今日のコメンテーター、国際ジャーナリストの小西克也さんのコラムはこちら。アメリカ大統領選1年前、民主党はどうする。来年11月3日のアメリカ大統領選まで1年を切っています。ウクライナ疑惑で揺れるトランプ大統領の一方、11月5日に行われたケンタッキー州の選挙では、共和党から民主党が知事の座を奪うなど、民主党への注目が高まっています。増山さんがメールもいただいているようですね。ちょっとお名前が書いてないんですが、うん、こんばんは。アメリカ大統領選に精通している小西さん、民主党誰が候補になりそうですか、気になるというご意見をいただいています。もうね、誰になるっていうのは、ね、質問はね、もう私はもう答えられません。そう、わかりません、まあ、はっきり言って。これはまだこの時期だと困ると。困ります。ただ有力なのが今3人いて、はい、あれですね、オバマさんの時の副大統領だったジョー・バイデンさん、はい、背の高い、笑ったら歯がやたらと白いというね、方。もう一人の方がバーニー・サンダースという、4年前、前回のね、選挙でも、ご老人なのに、はい、78歳で、うん、ものすごい、音量と、その集中力でね、ヒラリーさんと最後まで追い詰めた人。はい、バーモント州の上院議員ですね。それから3人目がエリザベス・ウォーレンさんという、これは白人の方ですけども、この人も70歳、うん、マサチューセッツリベラルな州の上院議員と。
この3人がね、3人とも70超えてるんですよね。そうですよね。サンダースさんなんかまだとももう78歳か。そう。で、バイデンさんも76だもん。そう。でもね、この、いわゆる民主党の党員の中の人気は、バーニー・サンダーズ、エリザベス・ウォーレン。うん、この2人足したら 50% ぐらいいくんですね。おで、ジョー・バイデンさんっていうのはちょっと人気が落ちてきてる。うん、で特にさっきのあの、ウクライナ疑惑でもって、まあ、おそらく本人は、あの、完全に僕は無罪だというか、実は誤解が多いんだけども、ただ、やっぱり疑惑ということでもって、防戦一方にならざるを得ないということで、うん、バイデンさんはちょっと辛いんじゃないかなと思いますね。うん、で、あの、民主党の候補を見る上で一番大事なのはね、はい、まあ、二つあるんですけどね、はい、あの、政策スタンスがどうなのかと。はい、で、いうことで、これ、民主党全体が今、左にどんどんとこずれてる。そうですね。特にサンダースさん、ウォーレンさんはね。その通りですね。この二人がずっとこう、民主党の政策スタンスを左に寄っていって、はい、こう、引っ張ってる。で、特にこれ、国民皆保険。これ、日本ほどではないんだけども、それに近いようなものを作りたいとか、ね、まあ、格差をなんとかなくしたいとか。うん、それから、エリザベス・ウォーレンさんに至っては、もう、とにかく言うと、富裕税、これをもう、ガンガンに取ると。企業、富裕層から、6兆ドル増税だ。そうです。だから、日本共産党の、過去の日本共産党が言ってたこと100倍ぐらいにしたいよ。まあ、そういう形ですね。で、バイデンさんは、どうしたかというと、穏健派で真ん中の方なんですね。だから、トランプ大統領としては、バイデンが、候補になると一番困るんですよね。なぜかというと、真ん中のところに一番有権者の数が多いとみんな思ってるから、真ん中の取り合いになると。だから右の方の人はもう真ん中取りに行きたい。左も真ん中取りに行きたい。バイデンさんどちらかというと真ん中だから、この人が、民主党から立ってくれると非常に不利だから、ああいった形で彼に不利な情報をウクライナから取ろうとした。だけど僕ね、これね、実はね、間違ってると思うんですよね、トランプさんは。なぜかというと、まあ、バイデンさん、もうだって実際に今人気がちょっと落ちてきてるし、はい、今ね、真ん中の票を取りに行ってもね、民主党は勝てないと思うんですよ。これは私のまあ見立てですけど。問題はね、左の票をどんだけ掘り起こせるか。うん、それはね、投票率を上げるということなんですね。で、それはね、民主党の候補は、恋ができる人、うん、もう熱狂的に支持できるぐらいに、うん、その、なんていうかな、恋愛、できる人ですよ。民主党の支持者が恋愛できる人。なるほどね。トランプ支持者っていうのはもうトランプに恋してるんです。だからアバターもエクボというか血管が見えないんですよ。同じようなことが民主党でできるかどうか、これが勝負です。なるほどね。民主党支持者が本当に熱狂できる候補が立つかどうか、まあ、ここが一番のポイントということですね。うん、コメンテーターコラム、今日は小西克也さんにアメリカ大統領選挙1年前ということについてお伺いしました。民主党候補どうなるか、まだ今の時点では読みにくいということです。この後は私の正論です。日本放送 Net brings you the focus. This program, today's commentator, will delve deeply into the day's news. The focus. The focus. 時刻は7時54分、まもなく55分になるところです。日本放送キーステーションにお送りしているザ・フォーカス。ここでまた野球の速報です。野球の世界大会プレミア12の速報です。メキシコと対戦している日本は2回裏ジャイアンツ坂本勇人選手のタイムリーでまた1点を追加、3対0とリードを3点に広げております。2回裏また日本が追加点ということで3対0日本がリードです。さて今日のコメンテーター、国際ジャーナリストの小西克也さん、先ほどのコメンテーターコラムでね、アメリカ大統領選挙1年前民主党はどうするということでしたが、民主党員が熱狂できる候補が出てくるかどうかね、うん、ここがポイントだということですね。そうですね。もともと民主党支持者というのは人口的には多いんですけども、はい、選挙に行く投票率が共和党よりも低いんですよ。そうです。だから民主党員が本当に夢中になると行くわけですよ、うん、はい、でだから候補として夢中にしてくれる候補というのは絶対大統領になってるんですね、70年代のジミー・カーターさん、はいはいはい、ね、それから90年代はビル・クリントン大統領、クリントンさんね、そして2000年に入ってオバマさん、はい、みんなやっぱり熱狂的にやっぱり民主党員は、うん、投票に行ったわけですね、うん、
それやっぱり長い選挙戦の中でだんだんそういう風になっていくものなんですか、その通りやっぱりね化けていくんですよ。だ自民党もジミー・フーと言われてて、誰も知らなかったジョージア州の知事が、いきなり世界のリーダーになると。あそうか、クリントンだってね、アーカンソー州、ね、もうね嘘つきクリントンと言われてねあのろくなことで、まあ、だから、まあ、とにかく女たらしでね、まあ、それが後にバッタのセクシースキャンダルになっちゃうんだけどだけども、はい、やっぱりねやっぱり言ってることいいこと言うよなっていう風にね、半年ぐらいあるとね、もう徹底的にやっぱりその裏表さらけ出しますからね、はいはい、そういった意味でその人格の判断や分析を徹底的にされるという中で鍛えられていく。あ、だそうすると人気も雪だるま式に上がっていく。で初っ端のあれでしょう、あの2月の3日のアイオワ州の党員集会なんかね、はい、あの辺からまたどうなっていくか。そうなんですね、だからやっぱりそこでアイオワ、ニューハンプシャーというところで次々に勝つと、いわゆるその雪だるまが大きくなる、いわゆるモメンタムができるということで、はい、なんですけども、あの一人ね37歳のピート・ブディジッジ、はい、ブディジッジという、はい、まあ、ハーバードを出ての秀才なんですけども、戦争に行ったことがある、まあ、アフガニスタンに従軍したということで、はい、非常にあの面白いキャリアを持っているわけですね、うん、あのインディアナ州という保守的な州のサウスベントというあの町の知事、はい、市長、はい、でこの人が化けられるかどうか一つ大きなポイントです、ね、37歳という若さもありますしね、最も若いですね、うん、だけども、ポジション的にはバイデンさんの穏健派バイデンさんと、まあ、非常にその左のサンダーさんらの真ん中ぐらい、はい、このポジションを果たしてどうあのなんていうかこう維持していくのか、まあ、これ結構注目だと思いますね。いやだから年明けてくるとそうやって党員集会とかね予備選なんかが始まって、それで3月にあのスーパーチューズデーがあってということでだんだんと固まってきて、 そうですね、でその候補者たちもだんだん練れてくるということで長丁場、うん、まあ、1年あるんですけど、これがちょっと面白いって面白いんですよね。そうですね、だから日本に対してはほとんど発言していないので、まあ、民主党の候補、非常にやっぱりあの不確実性が高いんですけども、まあ、あのなんだろう、トランプさんのよりは予測が可能だろうと思いますね引き続きあなたからのご意見ご感想をお待ちしています。メールはfocus@1242.com でお待ちしています。一部の放送局をお聞きの皆さんとはこの時間でお別れになります。It's 8pm 日本放送ネットワークBrings you the focus. The focus. 11月13日水曜日、時刻は午後6時になりました。改めましてこんばんは、日本放送報道部解説委員の森田浩二です。あ、時刻は 6時になります。すいません、はい、6時っちゃったね。8時になりました、失礼をいたしました。時刻は8時です。8時ですよ、はい、日本放送報道部解説委員の森田浩二です。これ言ったか、言い忘れました、はい、こんばんは、日本放送の増山です、本当にすいません。今日のコメンテーターは初登場、国際ジャーナリストの小西克也さんです。失礼いたしました。いやいや、よろしく、またまたしてます、はい、小西さんのファンレターまた来てますよ。小西さん、はいはい、頭に C がつく深夜テレビニュース番組からのファンです。あ、CNN 小西さんのニュースの見方解説楽しいです、また出てほしいですといただいて、ありがとうございます、ね、はい、いや私もすごくなる気持ちよく喋らせていただいてありがとうございます、さて8時台のですね最初のコーナーはこちらです。時刻は8時4分です。日本放送キーステーションに全国の皆さんにお届けしているザ・フォーカス。今日最後のニュースフォーカスはこちら。ニュースフォーカス。大学入試改革、記述式について国会で論戦。来年度から始まる大学入学共通テストでは、英語の民間試験の活用が見送りになりましたが、今度は国語と数学で導入される予定の記述式問題にも疑問の声が上がっています。受験生から自己採点ができないなどと懸念する声があり、今日国会では衆議院の文部科学委員会で論戦が繰り広げられました。
大学入学共通テストをめぐる英語への民間検定試験、これは導入が見送りとなりました。地域の格差などが問題だということになりましたが、民間試験は6つの団体7種類から選んで、来年の4月から12日に最大2回まで受けるという形式だったんですが、このうちベネッセコーポレーションは共通テストの枠組みで来年度に実施予定だったベネッセの G-TEC は行わないと発表しました。この G-TEC は日本英語検定協会の英検と並んで多数の受験生が想定されておりました。で、共通テスト版の G-TEC は来年の6月、7月、10月、11月の各1日で実施する予定だったのを、行わないんですが、従来の G-TEC で来年7月と10月の2日間、高校3年専用の検定日として設定するということです。これまでの G-TEC については各大学が入試の英語特典に加点するなど広く活用されているんですが、まずこの英語の、民間検定試験導入しようとしていたんですが、ちょっと民間任せというところ、小西さん、ちょっと強すぎましたかね。そうですね。このベネッセの決定ですけどね、高校3年生用の検定はやるけども、共通テストのテストはやらないという。安倍政権の桜の見る会いきなり中止やめっていうのと似てますよね。そんなに自信がないだったら初めからやるなよっていう感じするんだけど。これ英語のちょっとね、試験じゃなくて、これ、いわゆる国語と、数学は記述式の問題を導入することになります。これはね、結構、また別に奥の深い話で、つまり共通テストというのと、その各大学が行う入試とこれ違うわけですよね。で、共通テストって何 ?50 万人いるんでしょ?そうですね。それをそのいわゆる一律のこの採点基準でやるというのはね、はっきり言ってね、これもできないですよ。で、その記述はどういう記述かというのは、その見本が出てましたけど、例えばこれこれを20字以内で書けみたいなね。ちなみにそういうのを記述と言わないですよ。そんなのでただ単に、選択式の、それを、その漢字、実際に書かせるだけでしょ。記述ってやっぱ少なくとも100字、200字、300字の話ですから、もともとそんなまで測れないですよ。それだったら選択を、例えば選択肢を5つか6つか10個ぐらいに増やした方がよっぽどいいですよ。客観性が保てる。50万人だったら大体1300人とか、1000何百人の人は、おそらく、間違った配点をその採点をされるという可能性が今までのトライアルで出てるわけですね。だからこれはもう即、共通テストをやめて、共通は全部マルティプルチョイスにして、それで記述式は大学の、いわゆるそのテストに任せる。なるほど。で、大学はそれは責任を持ってね、僕は大学をそれするというのも大変なことだと思うんですけど、少なくとも、一つの、例えば、1万人受けるんだったら、それを2000人ぐらいにスクリーニングできる、狭められるじゃないですか。それで大学が責任を持って記述を見るという、その従来のやり方は僕は、それなりのやっぱりね、合理性を持ってると思いますね。英語の試験というのはどうなんですか?その話す力も見たいということで、今回ね、この民間の検定試験も使おうということになったんだと思うんですが。僕はね、民間の検定試験というのはね、アイデアとしては間違ってないと思うんですね。その4つの機能をちゃんと見るというのは大事だと思うんですけども、それをするんだったら、やっぱり政府がちゃんと予算を取って、それは北海道や沖縄の人でもね、ちゃんとやっぱりフェアな、例えば最低2回は受けられるというようなことを、ちゃんと予算を取れと。文部科学省ってのは、昔からどうしようもないところなんだけども、アイディア自体がいい加減でしょ、で、やることなすこと、成功したこと何もないじゃないですか。だから、いわゆる英語の試験を民間に任せるということ自体が悪いんじゃなくて、それを政策的な落とし込みがいい加減だったというところが悲劇なんですよね。ただやめてよかったと思いますよね。やっぱり日本人のね、この英語の話す力って全然上がらないじゃないですか、僕も含めてね。いえいえ。小西さんみたいな風にね、なるにこれ教育ってのはどういう風にしたらいいというふうに思いますか？僕はね、試験じゃないってことですか？いや、試験の絡みで言わせてもらうと、僕はずっともう長いこと言ってるんですけども、大学入試から英語を外したらいいと思います。英語はもう大学入試でやるべきではないんですよ。それが一番いいと思います。だから、それで英語は中学の3年生で、もちろん、ビシッと全部やる。だって中学の3年生全部文法終わってるでしょ?あっと言いますね。だから高校の3年間は別に普通の日本人が必要な英語をやってないんですよ。で、中学の3年間も英語はちゃんと4機能できるようにもやってない。いい加減なんですよ。中学3年で全部やると。その代わり1週間に10時間、最低10時間はやらなきゃダメです。最低ですよ。
で、それで、全部終わって、高校では英語はなし。で、本当に英語を使って、うん、例えば国際弁護士になりたいとか、はいはい、国連でどうこうしたいとか、うん、海外出てとか、商売をしたいとかいう人は、大学に入って、英語をやればいい、うん。大学の1年か2年で。いわゆるフレッシュマンイングリッシュ。うん。だから、高校の先生は大学の先生にどんどんとこうリクルートして、それで、そしたら何がいいかというとね、うん、つまり、試験のための英語というのは、どうでもいいようなことを規則を覚えさせるんですよ。だそれが英語だ、ね、その通りです、うん。で、これで儲かるのは、予備校の英語の先生だけです。だから大学から大学の入試から英語を外すことによって本来の英語の実力を養成することができるんですよ、うん、それで中学の時にみっちりやると。そうです。 できれば小学校の時からやってもいいですよ。小学校5年生から中学3年生まで終わり。それなんだ、ええ、だからだって日本人がね、全ての1億3000万の日本人が、うん、そんな高度な英語必要じゃないんですよ。そうか。で、これはね、まあ、有名なディベートがあるんですけどもね、渡辺昭一と、渡辺昭一、平泉渡るという、まあ、参議院議員のその、非常に文芸春秋の論争が、日本の戦後のディベートの中でも、非常にトップ3ぐらいのディベートなんですが、うんうん、これとね、同じことやってるんですよ。で、いわゆるその、なんていうか、渡辺昭一さんは従来通りなんだけど、うん、平泉さんという、まあ、元外務省の人は、もうとにかく一部の人でいいと。なるほど。もう中学まで十分だと。そういうことか。いや、ちょっと目から鱗でございました。この時間は大学入試改革から英語教育についてフォーカスしてもらいました。さて、コメンテーターは小西克也さんでしたが、先ほどのね、英語についてはツイッターいただいてます。ケイズさん、確かに受験英語はいらないね。まさひろさん、おー、英語は中学まで、すごいとこから来たな、コニタ。来ておりますね。おそらく高校の英語の先生の大反対を、受けると思いますけど。いや、大学、高校の先生はね、うん、大学がね、雇うような政策支援をすればいいんですよ、ね。なるほどね。いろんな大学で。まあ、で確かに中学の英語でなんか全て会話までできるようなことは習ってるんだっていうふうにね、聞きますよね。その通りです。うん。うん、で本当にやりたい人は大学に入ってからやればいい、ね、深く納得しちゃいましたということでございました。今日のコメンテーターは国際ジャーナリスト小西克也さん、初登場でございました。いや、楽しかったです。楽しい。もう2時間ちょっと待って、あっという間でしたね。またぜひいらしてください。はい、どうもありがとうございました。改めて国際ジャーナリスト小西克也さんでした。コマーシャルを挟んでエンディングです。日本の放送 Network brings you the focus。時刻は8時16分です。日本放送キーステーションに全国にお届けしてきましたザ・フォーカス、そろそろお別れの時間です。先ほどのね、小西さんの英語の教育についてツイッターいただいてます。ははさん、まあ、確かに文法をたくさん覚えたけど、駅のホームで外国人の方を道案内することができない。だよね。そうなんですよね。単語ばっかりこう並べちゃったりして。そうだよね。全くあの教育は何だったんだろうとかね、受験英語は確かに役に立たないなとかね、つくづく感じましたね。それから桜を見る会、来年は中止ということでね、たくさんメールとかツイッターいただきましたが、こちらはメールで、川越市時の鐘二郎さん、この桜を見る会で計上した予算は当たり前ですが復興に充てられますよね。来年は被災した方々が桜を見られる会になれるといいですね、うんうん、とね、5000万ぐらいね、5500万ぐらいの予算がありますからね、うん、まあ、これをね、確かに復興に充てるとかね、活用できるんですかね。うん、まあ、来年をなくして、これからその後でもまた復活するのもやりづらいよね。どうしてくんだろうね。どうなるんでしょうかね。どういう理由付けして今度は復活させんだろうみたいなね、うん、このままなくして違う予算にするというのも一つの手かもしれませんね。はい、はい、さて、日本放送明日6時からの飯田浩司の OK 浩司アップのお知らせです。明日14日木曜日のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さんです。
取り上げるニュースは東京都知事選挙来年6月18日告示、7月5日投開票、それから総理主催桜を見る会来年度は中止、招待者の基準など見直すためなどとなっています。そして明日は埼玉県民の日ということですね、11月14日、はい、大野智弘埼玉県知事が電話で生出演されるということです。明日の日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ6時からですので、ぜひお聞きください。そして明日のザ・フォーカス、コメンテーターは作家で元外務省主任分析官の佐藤勝さんをお迎えいたします。この時間のお相手は日本放送報道部解説委員の森田浩司と増山さやかでした。